こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。ヤゴッタトライハード3回目ということですね。ページ4と5いきたいと思います。ここの4の174のとこはサックスソリというやつですね。サックスだけがアンサンブル、サックス5人がアンサンブルしているところですね。なのでここも、相手に歌わせるんですが、合間の空いてるところに音が入ってます。ここをちゃんと、練習していきましょう。ワンツースタータータラッタッター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 タダダタラドンタンタバラバラバ、このドンタンがないと裏から入れないからね。ワンツースリーフォーワンツースリーバラ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 、これ3拍目だから足を2つ、ドンドンタバラ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 。ドラムはサックスの音っていうのはエッジが効いてないので、どちらかというとブラスの音の方に行きます。なのでこういう風になってますが、ここの最後の段のとこは1、2、3、4、3、ドン、という具合に大きな3拍フレーズを歌ってるだけで、特に次の段階の頭に向かってフレーズを作ってる感じですね。イージーバージョンを作ってみました。ここはもう前半全部一緒ですね。で、ツターだったんとこは、ここはツターだった、ツターだ、バーバオ、バーバ、ダンダブダンダ、バーバ。しっかり僕は叩いた方が結構、こうバンドがこうコントラストがはっきりするので、スニアだけでいくよりかはシンバルもバーバーダーダーダーバーバーダ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 ーで、最後のところはダーダー、ここはあんまりバソラでこう原曲のやつはバー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 ダ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 ーっていうところですが、ここは結構しっかりこうコントラスト出した方がいいので、バー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 というふうにコントラストをつけていって、最後2段目、ここはバッツターって低音がバッツターで、次のダッターダダっていうフレーズに行くんですが、で、フィリンガーダダダダダダタタタ、前段をここに持ってって、ドドンタンドドンタンタタンタンドウタンタンドタバタラバタタラタタラタバタバタバタラタラララララタタタタバラララタコアタタタタタバタ。カツカのところで次のフレーズに行くということになっておりますが、ちょっと変わったフィルが多いですね。なかなか自分ではあんまりない、とか、ここはかっこいいですね。タパパ、これの簡単バージョンがタタタ、もうフレーズまんま叩きます。タタタ埋める。この左から入って、これはさっきが何回出てくる、ドーダッタドーダッタ、フレーズまんま叩いて裏からで、このフレーズスニアに向かう、ダダ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 パッパはこのドラマ叩いてないんですか。ダダ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 ダ
ウントが僕はこのフレーズが好きだと前話したと。で頭のつかっかっかというふうにフレーズにつながっていくというふうにしました。というわけで、フレーズ的にはかなり込み入ってるのでどちらにせよ結構難しいかなとは思うんですけど、まあとりあえず作ってみましたのでやってみていただけたらと思います。というわけで本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。